カルロス・ガーネットは、パナマ系アメリカ人のジャズ・サックス奏者である。ガーネットは1938年12月1日、パナマ運河地帯のレッドタンクで生まれた。ルイ・ジョーダンとジェームス・ムーディの音楽を短編映画で、聴いてから、ジャズに興味を持つようになった。10代の頃にサックスを演奏することを学び、近くのアメリカ陸軍基地の兵士たちと演奏した。1957年に、 カリプソとラテン音楽のグループで演奏を始めた。1962年にニューヨークに移った後、レオプライスを中心とするロックンロールグループで演奏した。この頃、音楽理論を学び始め、独学で常に耳で聴いて演奏してきた。ジャズトランペッターのフレディ・ハバードが1968年に彼を雇い、多くのニューヨークのミュージシャンに紹介した。ガーネットの最初の録音は、 ハバードの1969年のアルバム、ア・ソウル・エクスペリメントで彼によるオリジナル曲が2曲収録されていた。1960年代後半から1970年初めにかけて、ガーネットはアートブレイキーのジャズ・メッセンジャーズ、チャールズ・ミンガス、マイルス・デイビスらと共演した。彼はユニバーサル・ブラック・ホースと呼ばれる自身のグループを率いていた。 グループは1974年から1977年までの3年間で5枚のアルバムを録音している。1982年、うつ病と薬物乱用に苦しむガーネットは精神的な目覚めを体験し、それから何年も音楽の演奏から足を洗ってしまった。1991年にパフォーマンスを再開し、アルバム、フェゴイエノミアルマ、アンダーヌビアンスカイズ及び、 ムーンシャドウをリリースした。2000年にパナマへと戻った。ガーネットは毎年恒例のパナマジャズフェスティバルに3度出演している。2012年の第9回パナマジャズフェスティバルはパナマのピアニストであるダニーロ・ペレスが主催し、音楽への貢献が認められたカルロス・ガーネットに捧げられた。彼が以前やっていたファンク音楽に興味を持っていた日本から公演を依頼され、 オーストリアにも2度訪れた。彼のアルバム、シェケナ、エススマイルは、彼の娘にちなんで名付けられた。マイルス・デービス・ノーマン・コナーズ・ファラオ・サンダース・その他。ありがとうございます。